昭恵夫人からコメントいただいてまして、忙しくてできてないけど、2人でやると簡単だけど喧嘩する。簡単なのに喧嘩するっていうコメントいただいてますけど、ここやっていきたいと思います。けどやっぱり2人でやるより1人でやる方が醍醐味なんじゃないですかみたいなコメントいただいてまして、でもなんとか僕は励まされてやってる 状態なんですよね。本当はでも俺も2人でやりたいですよ、それね。でも2人でやると簡単らしいですね。ホリエンティーヌや。ありがとうございます。ネイティズンさんが前、いろいろとお世話になりました。キャッスルでハッスルは結構真剣にやったんで、これもね、カーニバルカオスの話をしてたと思うんですけど、オーバークック2の、大砲に似てますけど、そもそもさ、オーバークックの追加コンテンツの新しいのって出てないですよね、まだ。俺ちょっと最近遅くないで、ってかもう出んのっけ？無料のやつがまだ出るんじゃないかって言ってたんですけど、出てないですよね。俺が最近、アンテナ張ってなかったからか？また教えて、なぎさん。絶対ここでなぎさんって言っても気づかないわけですよ。でもここ結構しっかりやったとこなんで、結構どんなんか覚えてて。いや、大砲に火つけれんかったやんって言ってたんです、確かに。で、それは確かに中の方にある大砲で、俺火持ってくる勇気がなかったんでしょう、確か。確かそんなんやった。でももうこれ時間もクリアしてるし、ゆっくり探していきたいと思いますけど、そうね、ここ外か出て、ここで火取るまでが、そのまま入るやんね。そうやったっけ？ほんで、この中にあるんすよ。1個、ここ下降りたところの。中にあるんやけど、火をどうやって持っていくんやつって、時間なかったんやったっけな。時間のやつクリアしてるよね、ここ。時間ギリギリやで、またやろうって感じやったんかな。あと1個やって、3箇所やで、2枚2個やで。1個やけど、これどうやってやるんだっけ？あれ？これどうやってやるんだっけ？っていうか、こっちにもこれあったっけ、おもり。俺、それ忘れてるかもしれん。たまたまクリアした可能性が高い。あれ？これどうやって持つの、これ。俺、どうやってやったっけ、これ。おお！2人で押すとなるんや。これ俺、前多分、たまたまクリアしてる可能性がある。1人で押せん。てか、ちょっともグラッともならんで、わからんて。掴むとこもねえし。しかも、俺、こうやって2つ下ろしたっけ？2つ下ろしてねえんじゃねえけ、俺。危ねえ、挟まる。で、飛んだら、そうね、その仕組みはいいんですけど、飛んだら、火がなくなるから、どうやってするんやろうって。もう一回ただ下から行くだけなのかな、こっちから。こんなに離れられるんや、このゲーム。ここに火あるんですね。一応この火使わんでも、前も2個目のとこ開けれたけど、なんか渡せるんかな、これ。渡せんよな、多分。これ絶対ね、消えるはずなんですよね。この前もここ降りた時点で消えたで、やめて。おお！もう消えた。結局これ普通取りに行かなあかんのか、絶対。松明を。うわ。こっち取りに行くだ。逆に言ったら取りに行くだけってこと？こっちからも取りに行けんかったら考えなあかんけどもやね。ここか。ほな、すっげえ簡単っていうか、逆に言ったらなんかあんまり仕掛け的にはないな。銀行のところの仕掛け面白かったかな。昭恵夫人、噂をしたら来た。忙しいって言ってたのに YouTube だけを見ようと。ありがとうございます。噂したっけ、さっき。ねえ、あれ、ここじゃなかったっけ。なんかここにあった、ここにあったって言ってたのも、自分で前の動画見てください。そうするとまたこっちから宝箱出るんかな、なんか。危ねえ、俺自分当たるんじゃないか。こっちの部屋になんか取ってない何かがある。そっか。この部屋は見えてたけど、見えてた、この部屋。そっか、お土産あるんや。
見えてたけどどうやって取るんやって言ってたんやけど、ちゃんとやってない時間があったから、時間制限があったから。お、すげえ、騎士の兜セットでどうぞ。すげえ、なんかこんなになるやん。あ、鎧も欲しいって言おうとしたって今俺。ここ持てるんかこれ。あ、なんかここ引っ張れそうじゃない。え、ちょっと待って、もしかしてさ、帽子っていうところがクリアされたことになるんじゃないかな、これ。2になってたりして、帽子が。これ捨て、どこで見れたっけ帽子って。あ、マップ上か。あ、なってない。あ、なってる。1になってる。これね、インテリア部カタログもなんかで手に入れたし、帽子1って下の1はクリアした時なんですよ。で、今初めて俺は多分、ちゃんとした帽子を手に入れたと思うんですよね。だから帽子が全然見つかってないってことですよ。これ適当にやっててもね、もう3個ぐらいは見つかってないあかんと思う。今初めて見つけた状態ですよね。そういうことでした。ありがとうございます。